みんな、みんなはスノーボードってしたことある？ボードを自由に操って滑る面白さは最高よね。そんなスノーボードの楽しさを初心者やレベルアップを目指す人を支えるのがスノーボードインストラクターよ。 SAJ 全日本スキー連盟、 JSBA 日本スノーボード協会、 SIA 日本プロスキー教師協会という3つの団体が資格を認定しているから、まずはそれを取得することがスタートラインね。インストラクターになってからも上位の資格にレベルアップして最上級の資格が取れれば自分のスクールを立ち上げることだって可能よ。インストラクターになるにはスノーボードが好きっていうのは当たり前。資格を取得するにはまずバッジテスト1級を取ることが必要だから、ちゃんと指導者について習うことがおすすめよ。インストラクターになったらお客様の希望やレベルを把握してその人に適した指導をすることが求められるわ。その他にもイベントの企画運営や SNS での情報発信などいろいろ楽しそう。お客様から信頼されるインストラクターを目指して頑張ってね。詳しくは NSG カレッジリーグで検索。